本中学校の航空写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上越教育大学附属中学校は、新潟県上越市本庄町にある、国立大学法人上越教育大学の附属中学校である。徳川家康の息子である、松平忠照の居城であった高田城。 本丸跡、第13師団弊社跡地に高知が所在する。四方を堀に囲まれ、日本三大夜桜で有名な高田城市公園の中にあって、桜の木が何百本もある。校舎は2003年に改築が行われ、耐震構造になっている。毎年10月には教育研究協議会が開かれ、全国から数百人の教師が集まり、先駆けて実践している。 独自の教育システムと成果を公開している。2016年度より本格的な IC t 教育の一環として iPad を用いた授業を開始した。また2019年には国立の中学校としては日本初の ADS に認定された。同中学校生徒の大半が上越教育大学附属小学校の出身である。附属高校はないためほぼ全員が 外部の高校へ進学する。生徒の多くは市内の県立高田高校へ進学し、同高校在籍生徒の出身中学校では最も多数を占めている。近年は県立国際情報高校への進学者も増加している。上越教育大学附属中学校は新潟県高田主犯学校附属小学校の高等科を前身とする中学校である。 美しいものや崇高なものに感動する心を持ち、真理を不断に追求しようとする生徒を育てる。広い心と向上心を持ち、求めて共に実践する生徒を育てる。自ら目標を持ち、気力、体力の充実に努める生徒を育てる。付属中学校では、確かな学力、響く歌声、あふれる探求心の三つを、生徒のスローガンとしている。その他、 常設部活動ではないが、水泳、空手、新体操、体操、バドミントン等に参加する生徒もいる。一学年は男女合計で105名である。毎年12月に入学試験が行われ、2019年度入試では、定員105名のところ志願者は150名であった。越後時めき、鉄道妙高はね馬、ライン、高田駅より徒歩15分。 ありがとうございます。